はい、えー。今回は、えー、リクエストいただきました、えー、CC Particle World を、えー、マスクから作成した、えー、モーションパスに沿って動かす方法を解説していきます、えー。まず、新規コンポジションを作成します。カット01。で、新規平面を作成します。particle01。で、エフェクト。シミュレーションの c c パーティクルワールドを適用します。で、えー、このパーティクルですね。えー、現状1の設定は、わかりやすいように先にフィジックスで、ベロシの値を落としておきます。で、エフェクトの項目ですね。プロデューサーのポジション x, y, z これが、このパーティクルの位のに、 影響を与える設定ですね。になります。で、これらを動かすためのヌルを作成していきます。新規ヌルを作成します。で、名前を Enter キーを押して、えー、パーティクルポジションですので、PP01 としておきます。そして、3D レイヤーのチェックを入れます。で、P を押すと1ですね。これの x, y, z. ここに、このエフェクトの x, y, z をエクスプレッションでリンクさせていきます。えー、これ用のエクスプレッションの構文がありますので、コピーして使っていきます。まず、ポジション x ですね。選択した状態で、アニメーション、エクスプレッションの追加で、エクスプレッションを入れれる状態にし、このポジション x の構文をコピーします。で、貼り付けてやります。 そしてこの参照レイヤー名ですね。ここを先ほど設定したこの PP01 と入力してやります。PP01。で、同じように次のポジション Y もアニメーション、エクスプレッションを追加し、Y の構文をコピーで貼り付け、 レイヤーの名前を書き換えます。pp01。そしてポジション z も、エクスプレッションの追加で、z の構文をコピーし、貼り付けの名前を pp01 と設定してあります。えー、すると、これでヌルを動かすことで、 パーティクルを動かしてやることができるようになりました。で、次に、えー、モーションパスを作成していきます。えー、例えば、マスクのスターツールで、星型のマスクを書いてやります。で、位置を、ま、だいたい真ん中あたりに配置し、で、このマスクの中の、マスクパスですね。これを選択した状態で、編集、カット、 で、マスクをカットしましたので、1にこれを貼り付けてやります。すると、先ほどのパスから、モーションパスが作成され、こんな感じで動かしてやることができます。えー、これは、星のマスク1周分ですね。アニメーションしています。ですので、この1を選択した状態でアニメーション、エクスプレッションの追加から、プロパティ、ループアウトを入れてやることで、 こんな感じでループさせて動かしてやることができます。えー、こんな感じで、えー、モーションパスに沿って、えー、パーティクルを動かしてやることができます、えー。もちろんこのパスですね。位置を編集してやると動きを変えてやることができます。キーフレームに Z 軸の動きなんかも加えてやると奥に行くような表現ですね。もできます。で、一応全て選択した状態で、オルトキーを押しながら最後のキーフレームをドラッグしてやるとアニメーションの速度も変えれます。こんな感じですね。えー、先ほどのエクスプレッションの構文は下の解説欄の方にも書いておきますので、えー、コピーして使ってください。今回は以上です。またお会いしましょう。